はい、普通歌ショートです。みやさんから、ひらがなのぬから始まる単語でポジティブなものはぬくもり以外に存在しない。ぬくもり、まあ暖かいですね。ぬくも、ぬめり、ぬま、ぬた。これは単純に俺がそんなぬた好きじゃないだけだな。ぬれせんべい、ぬれせんべいはポジティブでいいか。ぬれば、ぬればはやっぱあまりポジティブにしたくないですよね。あえてポジティブではないというね。塗り絵、だるいわ。塗り絵、塗り絵やるなら自分で一から絵描くわ。塗り箸、高いな。ぬいぐるみ、怖いわ。捨て時わかんないわ。ぬか漬け、臭い臭い。ぬか味噌、かき混ぜないとすねる食い物って何。ぬしずり、沼でぬしずり、絶対引きずり込まれてしまう。ぬえ、最低。一番出会いたくない家の中で。ゴキブリがいるより家の中にぬえがいる方が嫌だ。ぬらりひょん、卑怯。人ん家に勝手にいるっていうね。で、ぬえもいるし、ぬらりひょんもいるしで、ね、最悪の家、ここは。言い方ですね。ぬくもり、いらん、いらん。結局、ぬくもりもギリアウトかもしんないからね。ぬるま湯。一番他人から言われたくないもんね。ぬるま湯っていう評価。こんな一生懸命頑張ってんのに、ぬるま湯っしょみたいな。うるせえって、この野郎。ぬるま湯。カタカナのヌならまだね。ヌードル、ヌーベルバーグ、盗み、ヌスッとタケダケシ、ヌスッとタケダケシやつらがぬるま湯にいるね。こういうこと言ってくるヌエがよね。ちょっとヌー難しいっすね。続いて、ミヤさんから、今までずっと足して10になる数字の組み合わせで一番気持ちがいいのは7たす3だと思っていたが、最近6たす4の職人かたぎな渋さもいいなぁと思うようになってきた。はい、こうなんちゃって共感覚シリーズですね。確かに6対4のこの、なんだろう、この攻めぎ合ってるというかね、はっきり分かれない感じがむしろ渋いね。5たす5がなんか一番子供っぽい感じなのかなっていう気がするじゃないですか。職人かたぎで言うとね、2たす8ってのもね、2があるところに8を持っていって10にするっていうのはちょっと職人感があるし、今完全に2と8ってことで蕎麦職人のことを考えてますけども、1対9はなんかちょっとこう遊び人みたいな、面白い髪型みたいになっちゃうもんね。1対9ちょっとこうアウトローというか、やっぱ7たす3くらいがいいのかな。いやでも実際6たす4なんだよな。結局一番安定してるのは6たす4なんだよな。7たす3みたいに生きようって思いながら生きていくと、自然と6たす4に落ち着いてるんだよな。だから多分7たす3でかっこよく生きてる奴らも、実は8たす2くらい攻めた生き方をしてるのかもしれない。1たす9でギリギリやってる奴はもう本来なら10-0だったんだよ、あいつらは。っていう。気持ちのいい生き方。7たす3だけど、いや、でも6たす4だと思いますね、俺もね。うん。7がかっこいいっていうのはやっぱりね、幼いというか、青いよね。6たす4なんだよ。次。ロマンス山田さんから、曲名に一応をつけると、シャラ臭くなる。例として、一応飾りじゃないのよ、涙は。一応歌舞伎町の女王など。一応ね、一応歌舞伎町の女王。まあ、何人かいるにはいるんですけど、私も一応歌舞伎町の女王のね、昨年度の女王なんで、唐揚げ金賞みたいなもんです。私も一応歌舞伎町の女王。一応ミックスナッツ。ピーナッツとアーモンドしか入ってないけど、2種類だけど一応ミックスナッツではあるんです。一応大都会。大宮です。俺が大宮好きすぎるんだよ。一応持ってけセーラー服。なんかあるかもしんないから。なんかのタイミングで着る可能性あるから、一応持ってけセーラー服。一応冒険でしょでしょもあるしね。電車乗って大宮行くだけだけど、一応冒険でしょでしょ。一応三原色。エンジ色、ヨモギ色、ネイビー。一応三原色だから。ギリギリ一応三原色。一応夜にかける。18時45分。チャーシュー会さんから。日本一音ゲーっぽい名前の芸能人は、どんどこどん。
もうどんどこどんって誰ってなるでしょうね。今あれじゃないですか、滝音じゃないですか、滝のように音がって、もうなんかね、音ゲ滝音じゃないですか。あとは結局ずっと辿っていくと2ビートが控えてるっていうね、音ゲーのタイトル2ビートかっこいいね。2ビートくにゃくにゃ俺は絶対テクニシャンっていうタイトルの音ゲーがあったら相当いいと思いますね。続いて、肛門日光浴さんからです。いい健康法だ。知り合いが会社出社初日にカゴの屋で昼食を取ったらしい。別にいいだろうって思うけど、攻めたね。確かにね、新入社員ってことかな。今日から社会人初日ですっつって、最初の出勤日の昼にいきなりカゴの屋はいかんわね。カゴの屋って大体ある程度社会の中で頑張った人が行くカゴの屋だからね。カゴの屋の客層的にもまあ若かったんじゃないかな。いや面白い。でも初めての昼飯どうするみたいなやつってちょっとあるかもしれないね。なんか変にそのコンビニサンドイッチとかでパパッと済ませてしまっていいのだろうかとか、記念すべきだからこれ誰か連れてってもらったならいいですよ、カゴの屋ね。一人で自主的にカゴの屋行ってんの面白いかもしれない。確かに全然いいけど。サットンさんから、千と千尋のお父さん言ってそうで言ってないこと選手権。はい、一気作中では言わねえだろうけど、若かりし頃はどっかで言ってるよね、あの感じはね。あのムキムキ、あのポロシャツ、あのヒゲで一気一気を経てないわけがないと思うけれども、あの謎のさ、あのプルプルの食い方からして完全に一気慣れしてるやつの食い方だもんね。あれ一気だもん。古い飲酒みたいなやつは全部通ってそうなイメージはある。確かに荻野明雄は。歌舞伎にゃん太郎に清き一票さんから、お姉ちゃん会津殺しでいいか。狩猟様に生きて捕らえろって言われてるアリス。あいつをおもちゃにして遊んでもいいけど、この前の人間みたいに簡単に殺しちゃダメアリスよ。すず、うまくできるかな。広瀬姉妹だったの。広瀬すずってそんなでかいやつだっけ。このジョジュストリックはすごいですね。なんで広瀬アリスの方も語尾にアリスがつくんだよとか。広瀬姉妹従えてるやつら誰なんだよ。次行きましょう。成長痛に効く温泉さんからです。9年前修学旅行で行ったキッザニアで、俺のキッズを、キッザニアの通貨のキッズを盗んだやつのことを急に許せなくなってきた。俺これめちゃくちゃ面白いんですよね、普通オタとして。こういうさ、修学旅行の負の思い出ってさ、共有されなくてずーっと抱えながら生きてくイメージがある。またこういう時ってさ、なんか同じ班で行動してる奴らとかがさ、全然親身になってくんなかったりしない？まずキッザニアに窃盗ってあるんだみたいなショックもあるし、キッザニアに悪い奴がいて盗むんだっていうショックから、俺のキッズなくなっちゃったんだけどつっても、なんか仲間たちも、どうすんの、じゃあ、じゃあお前だけここに残る？いや、だって、いや、盗まれたわけだから、あ、じゃあなんか先生とかさ、大人に言えばいいじゃん。ちょっと行ってきなよ、俺ら先行ってるからさ、言ってきな。え、一緒には来てくんないよ、時間もないしさ。キッザニアで結局大人に言うのか俺は、っていう悲しみすぎるよね。でお金を盗まれたっていう本当にきついさ、マジの被害の思い出なんだけど、キッゾっていう単語でなんかちょっと面白くなっちゃってるのもかわいそうだしさ。いや、絶対許せない方がいいよ。きっと盗む奴は許しちゃいけないよ。こんな風に大人になる体験したくないねっていうね。良くないですよね。プリン・アラドーモさんから。アラジンってブルーのあいつじゃねえのかよ。俺、これ妙に好きなんですよね。そう思うよね。前情報なしでドンと出されたら、一番青くてでかい奴がアラジンに決まってるよな。またさ、アラジン顔だよね、ジーニーって。主人公のアラジンの方がジーニー顔だし、ジーニーの方がアラジン顔だよね。ケチつけてるわけじゃないんだけど、ジーニーかなって思う時はある。まあこれ見たことない人だからこう思うのであって、多分見終わったらあいつジーニーだわってなるね。めちゃくちゃ言うから自分で。どうもー！ジーニーちゃんでーす！ってめちゃくちゃ言うし、すげえなんか歌うから。